皆さん、ポコニャチは。ポコニャチは。ポコニャンです。コミチンです。アニキーです。よしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よっしゃーす。狭い、殴ってしまいそうで怖い。いや、まあ、狭くても住めば都ですから。間違いない。いいこと言うね。そう。うん、起きて半畳に、寝て一畳で人は。そう。うん、ということで、ちっちゃい拠点ができましたというのが前回まででしたね。はい、はい、そうだね。じゃあ今回は何しましょうね、うん、ね、何したい、うん、何しようね。え、何したい兄貴。あー、まあとりあえずベッドじゃないですか。ベッドあるじゃん。ベッドあるよ、作ったよ。いや、ベッドの色じゃないですか。あ、ベッドの色、色、あ、色を合わせたいのね。色合わせたくないですか。なんか気持ち悪いですよね。つまりすげえ、そういうとこマジ繊細だな兄貴。そうなんですよ。つまりサボテンがいるね。じゃあね、そう、サボテンがいるんだよね。ね、オッケー。緑色、うん、そう、緑、緑と黄緑だから、うん、まあ緑を見つけちゃえばもうオッケーみたいな。オッケー。よしさん、灰色でいいじゃん。灰色？なんてことを言うんや。なんてことを言う。まるで枯れてるみたいな。あ、イメージカラーやぞ、イメージカラー。そうや、そういうとこみんなセンシティブに気遣ってくれとるとこなんだから。急にこのシーズンから灰色で。うん、本当に。ほんで、演者が灰色で。ごめん。そうやって。視聴者さんに怒られるマジで、一回。いや、ものすごい怒る。色に対してのものすごい感じ。まあでも視聴者さんもそうやってね、おのおのテーマカラーを重んじて、はい、なんかいろいろね、こう、うん、やってくれたりするから。そうだね。よしさん、今回から灰色で。あ、灰色なのかよ俺。やっぱり重んじるのくだりだね。どうやったやな、軽んじられとるやん、めちゃくちゃ俺のこと。冗談でね。よしさん緑で、ポコニャンが黄緑。うん、うんうん、テーマカラー楽しみだね。うん、来たいんで、とりあえず、うん、チェストに、うん、ステーキ置きますんで。ありがとう。お、ありがとう、ありがてー、ありがとう。で、いるのが、うん、でもまあ食料あれば何とかなりますもんね。まあ食料あればね、その他は現地調達で。あとね、ボートとかいるんじゃない。ボート、もしかしたら海渡るかもしれないから。ボート、ボート作るか、じゃあ、うん、そんな、そんな旅になるけ。いや、わかんないけど、一応。いや、もうす、言うてもすぐそこにあるんちゃうの。うん、あるんちゃうん。ちょ、もう行こうぜ。ある、ちょっとやりすぎ。うん、うん、よし、よし、じゃあ上がっていきましょうか。オッケー。さすが慎重派の兄貴はもうすでにボートを作っている。そうですよ。性格が出るわ、こういう時に。結局ね、いるようになる。こういうことですよ。あ、いいね、さすが、準備万端でしょう。とりあえず、え、ちょっと待って、ポコ野郎が来てなくね。え、ポコニャンは。ポコニャン、みんなどこ行ったの。上だ、上、上。あ、てか、リードが、リード落ちてんな、これ。リードなんか落ちてる。え、最高だ。あ、いいね、リードめっちゃいい。兄貴用だね。ね、兄貴専用武器。俺の、俺の、うん、これ俺やん。そうね、俺やん。兄貴置いとけよ、これ。絶対俺。ねえ、兄貴プライベートで僕使うもんね、やっぱね。そう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 。ん？プライベート？プライベートでどうやって使うの、リードを。なんか、戻ってきた時に、うん、なんか灯台みてえなのがあると。あー、伸ばす？なんか。あー、確かに確かに。ちょっと、いいね。迷子にならないようにね。ねえ。めっちゃ目立つやつがいいな。こんぐらいで。さっきの暗い時に光るやつをくっつける？あ、と、松明があるんで。なんかこの高さが全部バラバラになっちゃったけど、コミチンやってくれとるわ。気になる。うん、すげえ気になる。おい、ちょっと気になる。ちょい。あー、コミチン、なんて、なんて黙ってるんだ。そんなんて、死ぬなんて。しかも、うん、絶好の J っぽいなのが、あーいって言ってましたね。あーい、なまりすぎてる。リハビリテーションが必要だね。海に飛び込めると思ったのに。これ寝るか。あ、ね、確かにね、都度寝なきゃ。そうだよね、危ないかもね。結局そうだね、撮影して10分以上経つけど何も撮れたかゼロの状態。まずい。大丈夫かこれ。一旦寝て、一旦寝て、一旦寝よ、一旦寝よ。 OK。 おはにゃちは。おはにゃちは。ほんな、せっかくのベッドですけど壊しましょうか。そうだね、これ持って。あ、誰かの体に吸い込まれた。多分兄貴。あ、ごめん、俺だよ。
はい、でした。責任持って自分のベッドは自分で持つように。オッケー。これって普通に壊していいんだっけ？いいよ。うん、パンチで。あ、どこ行った？そんなことも忘れちまったのか。聞いてみただけ。俺たちのこともいずれ忘れるんだろうな。重いな。重いな。メンヘラ感がすごい。よし。よし、行こうか。こっち行くじゃん。うん。ちょっと、ボート、こいつに運転させるの怖いから、うん、兄貴、運転してあげてよ。オッケー。ちっちゃいから僕が後ろっと、うん。はい、もう一個あるよ。こっちは、ヨシさんとコミチンジ。おい。うん。オッケー。よし、お願いします。よし、どっち こっちかな、まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ行こうか。まっすぐこっちまっすぐ行った、まっすぐ。オッケー。やりき合ってる。そんな話し合いなされとった？こっち行きましょうかって。拠点からまっすぐね。あ、そうか。オッケーオッケー。ねえ、僕見えてる？ちっちゃくてね。あー、ちょびっと見えてる。カエル乗っとるわ。体がすごいな、おい。なやそれ。なんか体が出ちゃってるよね。どういうことなっとんの、それ。あー、なんかでも、あー、砂漠じゃないか。砂浜なんだな。砂漠ではないね。あー、なるほどね。これどうする？すぐ右行こっか、じゃあ。右行く？うん。うん。そっか、これ体力減らないからいいな。そうそうそう。うん。確かに。あれ沈没船かな、あれ。沈没船？それどこにあった？違うかな。沈没船どこにある？この辺。沈没船右手になんか、あれ違うか。あ、そうだね。沈没船だ。あれそう？さ、すごいな。何や沈没船。あ、てかなんかここになんか下にはない？なんかこれ。これ何？荒廃したポータルだ。へー。あー、なんか宝箱的なものあるの？これチェストがね、あってね、金、うん、装備とか結構あったりする。マジ？あー、なんかちょっと待って。あー、沈んだ。なんか沈んでた。ポータが。え、何これ？マグマブロックに引っ張られた。あ、そういうことなのか。はあ、引っ張られるの？開けていい？じゃあこれ。あ、いいよ、開けて。あ、鉄塊とかめっちゃあるじゃん。あ、やべ。ファイヤーチャージ、金塊。息が続かなくて死ぬ。オープン。あ、マグマブロックでシフトするといいですよ。あ、そうだ、それも忘れていた。え、どういうことここでこうするとシフトすればこうマグマブロックの上でシフトすると息ができるのさ。あそこのちっちゃい島行きましょうか。オッケーオッケー。ちょっとアニキーズにちょっと渡さなきゃいけないものがある。何？あはぁ、これは俺の清掃じゃないか。そうや、忘れとった。アニキーズといえば、うん、ハイウエストの。あー、しっくりくる。あー、これはなんかしっくりくる、これは俺の清掃だな。いいな、これやな、これ、うんうん、アニキーズの清掃や、ね。いや、嬉しいわ、いいじゃん、これ。後ろも見せて見せて。後ろ見せて。あ、後ろ？ほら、こんな感じ。後ろ。あー、いいね。いいね。ハイウエスト。バッチリ。いい。やっぱこれだよね。いいでしょう。マイクラ界は広しといえども、このハイウエストの金履いただけで、こんだけの尺が持つのは兄貴しかいないよね。見とれるもんだ。俺だけやな。うん、見とれるな、これ。羨ましいだろ、これ。間が持つわ。うん、いいわ、羨ましい。思わず拍手しちゃった。今日一テンション上がった。よし、じゃあ先進もうか。よし、行きましょうか。ほいほい。いや、いいもん見れた。ねえ、さあどっち行こっかな。まあそっち行くか。こっちでいい？うん。なんもないかな。なあ。かぼちゃあるよ。かぼちゃ一応持っとく？かぼちゃ？うん。ふんふんふんあ、確かにね。あ、ほんとかぼちゃめっちゃあるじゃん。あれ、これ砂漠ちゃうん？あ、違うんか。砂漠じゃねえのか。欲しいんですよね、砂浜なんですよね。欲しい、ほんとだね。かぼちゃ取りたいの、兄貴。かぼちゃ取ろう。かぼちゃ取りに行きます。はーい。かぼちゃ兄貴やるな、やっぱ。かぼちゃ兄貴、かぼちゃ大事やでね。これハサミ、サミ派が一番取りやすいんかいな。いや、普通に斧ですね。斧でいいんだね。斧さん、斧さんでいいよ。斧さんが、あ、ちょっと待って。ん、あれ村じゃない？あ、ほんまや。あ、ほんとだね。ねえ。いいじゃんいいじゃん。第一村だ、第一村。いいじゃんいいじゃん。初めての村。行ってみる？ねえ。行ってみよっか。よし。襲撃しに行くか。襲撃イベント。やからやん。あ、ちょ待って、ちょ、ストップ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 。崖。すげえ崖。崖？あ、危ない。よかった。お、ナイス。ナイス。どこに落ちるから。ナイスアドバイス。わ、ほんとや、やばこれ。すげえ崖だ。危険なやつや。ちょっと回ってね。うん。こっちから回って。あ、ほんとや。こういうことやね。気をつけて、ここや。嫌な予感。兄貴、ジャンプしたそこ。うん、した。よいしょ。よいしょ。全然届いてない。だよね、だよね。やっぱ小さいからさ。しょうがないね、これは。足短いもんね。ジャンプ力一緒のはずなんだけどな。いや、違うから。
あ、すごい、ゴーレムいる。うん、うん、うん。あ、結構大きそうじゃない？ねえ、大きそう。ねえ、まあまあ大きそう。本当だね。畑気になるね、畑。確かに確かに。畑、そうだね。畑は畑荒らしたいな。拝借できるものは全て拝借していきたい。あ、畑あっちじゃん。あ、マジ？あ、本当だ。じゃがいもと人参が、あと小麦。おっしゃ、パンこんなにたくさんあるけど自分だけのものにしとこう。自分だけのもの。あ、でもさ、兄貴色のベッドは普通にデフォで置いてあるんだな。緑とかないんだな。そうなんだね、うん、あ、人参だ。人参、じゃがいも。ナイスナイス。ある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 。人参、じゃがいももうゲットできた。え、ナイスナイスギンス。ほんとや、人参、じゃがいもねえ、バラバラに植えてあるじゃん。やったー、ナイス。これは嬉しいね。これ食料問題解決した。食べ放題だよ、もう。ねえ。やったー。嬉しい。あとは全労せずに家に帰るだけだね。それが難しいけどね。それが難しいんですよね。あ、あとこの小麦の。あ、わら。あ、たわらめっちゃいいやん。ね、こんなこれね。パン作れるよ。こんなんでもいいんだっけ？うん、普通に手で殴ってもいいし。溶鉱炉とかももらってくか。溶鉱炉いいね。うん、一応。何？溶鉱炉って。溶鉱炉ってなんかよくわかんないけど、この鉄的なものをこう溶かす。これ。あ、そうなの。溶かすんか？そう。速くなるんですよ、焼くスピードが。へえ。あ、焼くスピード速くなるの？めっちゃいいじゃん。へえ、あ、そうなんだ。うん、普通の鉄とか焼く、あの、かまどでやるよりも倍ぐらい速くなる。あ、めっちゃいいね。さすがマイクラ博士。いえいえ。まあね。ん？いや、お前似てないの、マジで。お前。もう関係性がちょっと破綻してる。雑すぎやしませんか。冷たいわ、うん、ちょっと見た目が可愛いからって あの甘やかしてもらえると思っとる節があるでな、ちょっと。厳しいお父さん。分かった。今までそういうさ、アンキーズ、うん、今までその可愛いみたいな言われるヨシさんやったんや。確かに悔しいんじゃないの。あ、この人嫉妬か。ジェラシーなんかしてねえし。あ、見苦しいわよ。してねえし。同族嫌悪みたいな、なんかしてねえし。そんなの、なんだよ、全くしてねえし。なるほど、メンヘラだね。嬉しいよ、それは。俺の枠取ったとか思ってねえし、全然。絶対思ってるわ。取られたよな。ポコニャン、ポコニャン、ちょっとこっち来て、こっち。なになに？ちょっとこっち来て。ほら、これちょっと鳴らしてみて。え、なにこれ、いい？うん。せーの。おお、上手上手。めっちゃいいじゃん。あ、村人たちが。なになに？そう、村人帰ってくんだよ、お家に。へえ、そうなんだね。あ、ちょうど寝る時間だしね。あ、ほんとだ。僕らも寝ましょう。さあ、ヨシさんも帰って。なんで俺もモブと一緒の動きさな感じ。とりあえず寝るか。寝よう。お花見はおはようちゃー。いやー、うん、だいぶアイテム潤いましたね。そうだね。いいいい。人参、じゃがいも、でかすぎるわ。うん。確かに。いいじゃん。うん。じゃあ、まあ、村人さんいずれは移動させたいけど、うん、今はまだその時じゃないんで、うんうん、そうだね。当初の目的のサボテン探しに戻りますか。うん、そうだね。サボテン探して、うん、でお家帰りたい。そうですね。あれ、ボートどこだっけ。ボートは回収したんじゃない。ボート持ってるよ。あ、うん、あ、そっかそっか。兄貴そういうの、あの、言わんでも自動的にやってくれるタイプ。そう、うん、自動的に、うん、自動的自動です。自動システムです。能動的にとか、そういう。機械なんで。デジタル AI 兄貴。AI 兄貴です。これまた荒廃したポータルじゃんね。うんとだ。ってことは宝箱あるかい。テスト、うん、なんかレアアイテムある。開けます。おーい、はい、何がある。おーおーほうほうほう。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、悪くないやん。どんな感じだった。これはめちゃくちゃいいぞ。これわよしさん、それは危ないぞ。危ないぞ。よしさんから離れんとも危ないぞ。え、ポコヤンさ、こういうチェストプレートとかってしたらどうなんの。あ、確かに確かに。着てみて。着れるかな。あ、かわいいサイズ。どんな感じなのか。ちょ、こっち見せ。ちっちゃい。なんかオーバーサイズ。かわいいじゃん。めちゃくちゃオーバーサイズ。いいじゃんいいじゃん。かわいいじゃん。ガブカやろそれ。かわいい。あー、なるほどね。あー、いいいい。彼氏の T シャツ着ましたみたいな。ほうほう。あ、帽子は、帽子のヘルメット。はい、どう。おー、え、耳はみ出てる。こっち見て。はい、どう。あー、いいいいね。あー、でもかわいいな。悔しいけどちょっとかわいいな、これ。耳が出てるのちょっとかわいいな、これ。いや、だいぶかわいいでしょ。ねえ。あー、いい。よしさん、
やきもち焼かないでよ。角が飛びるよな。そうね、出てる。これ、うん、また可愛いのね。あざといなこれ、うん、可愛いでしょ。あざといな。全部ちょっと揃えて着させたいな。着せ替えポコニャン。ズボンはどうするん。これズボンはじゃあダメ、兄貴のは取っちゃダメだよ。これ兄貴のこれダメ、うん、これ俺の、これ大事。うん、これ外せないから俺。じゃあ引き続き行きましょうか。はい、陸地をちょっと離れて、うん、砂漠に行きますか。海行く。また、うん、砂漠ってあんまりないの。いや、そんなことないと思うよ、うんうん、あるとこはもう草のほどある感じだけどね。そうなんだ。うん、行こう。はい、お願いします。はい、この沿い、沿いにする。沿い行きますか、じゃあこれ、うん、沿い。あー、沿いなら迷子にならないですね。そうだよね。沿い、沿い、このなんていうの、海沿い、海沿いの沿い。わかるよそれぐらい。なんでやっとんや。いや、3人だけでしょ、わかるの。わかるの、3人だけだってば。いや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 、同じチャンネルなんだからさ、それぐらい。いや、もう3人とも簡単に一瞬でわかったけどな。マイクラの専門用語かと思われたかもしれん。沿い。俺の専門用語がよく出るからね、これ。いや、でも初めて使ったと思うけど、でも一瞬でわかったよね。そうでしょ、みんなわかるのよ、これ。本当？視聴者さんもわかってるから。本当かな。うん、そんなもんぐらい。なんでこんなポコヤン攻められるの。それに対してすごい勢いで怒るやん。まだない。ないね。ないかな。お、昆布だ。へえ、本当だ。昆布食べれる。あ、そうなの。昆布は焼かんと食べれん。やかんと食べれん。食物繊維が豊富。そう、乾燥した昆布にしないと。へえ。カルシウムも多いからね、うん、昆布でもあれだよね、いっぱい作れたよね。うんうんうん、そうそうそう。なんかカズポコの時にめちゃめちゃ昆布たくさん作ってた記憶がある。うん、焼き昆布が主食だった時期があった。そうなんだ。食物繊維取りすぎてうんこ固まってまうな、そんなに言ったら。うん。これ早送り1000倍が転売ですね。はかどる。そう。バッサリカット。バッサリカットな匂いがするよ。食物繊維でうんこ固まるくだり良かったですか。もちろん使う。もちろん使う。もちろん使う。一番いらんでしょう。そんなに受けなかったからカットで。誰が受けんじゃん。受けるわ、ちゃんと。あれは違うな。あ、松だ。松、ああ、松も。タイガ。タイガ。あら、ちょっと原木というか苗だけもらっていこうかな。ああ、松のね。そうしようか。そしたらこっちのも作れるから。確かに確かに。よいしょ。よし。あ、またなんか荒廃したポータルがなんかあるね、うん、めっちゃあるじゃん。そう、結構あるね。ね。金装備揃うんじゃない、ポコニャンの。あ、いいじゃん。やったー。え、これって荒廃したポータルって金装備しか入ってないの。金が結構メインですね。あ、そうなんだね。あ、そうなんだ。うん。あー、また雨だ。赤いベリー。なんかベリー。あ、スイートベリー。スイートベリー。スイートベリーも大事だ。あるね。ねえ、兄貴と言ったらスイートベリーやもんな。あれ、これ。うん。雷雨じゃない。雷雨？あ、マジ？なんか雲めちゃくちゃ黒いけど。だってこんな暗くだな。あー！すごい！ほら。ほんとだ。よくわかった。おつ。え？いや、大丈夫でしょ。あ、全然ない。火打ち石とファギアチャージしかない。じゃあ、まあ引き続き砂漠を探すか。そうね。うん。あ、で、松取った？松取ってない。それだよね。うん。その発想なかったわ、ちょっと。松を取るのが目的だったんでしょ。うん。アニキーズがやってくれるかと思った。そうやね。うん。自動的にそういうのはアニキーがやるからと思った。ああ、そういうこと？あ、それも自動なんや。あ、あそこ雷落ちた。雷落ちるとああやって炎に燃えれんで。そうそうそう。ほらこれ。なんかあるの？これがたまたまなんかクリーパーとかに当たったりするとクリーパーが帯電クリーパーになったりとか。そうなんだね。いた、危ない危ない。いた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 。うん。見えてたけど言わなかった。あ、あえて。ちょっとこれ本当に死ぬ。仕方ないなあ、もう兄貴は。危ない危ない。危ない危ない。いや、今死ぬと結構めんどくさいことなんで。あ、頭皮の苗木取れた。オッケー。ナイスナイス。結構めんどくさいことになる。確かに。うん、ちょっといたずら心が抑えれんかったわ、兄貴。ごめんね。それは大事ですよ。忘れちゃダメですね。忘れちゃダメだよね。死んだ時用にベッド1個作りますか。そうだね。いやー、でもこれね、作ってもうそこで。どう？作って壊さんかったらいいやろ。新しいやつ、うん、ベッドをまた作って、
足していくみたいな感じだったらいい。あ、はいはいはい、そうそう。だったらさっきの村人のベッドを解釈してくればよかったね。確かにね、めっちゃあったから。ほんとだー、ね、とりあえずここに。あ、オッケー、一回寝とこっか。オッケーオッケー。おはにゃちはおはにゃちはよし、じゃあこのベッドこのままでいくか。いや、1個でいいと思います。残す。え、このままこう黒ベッド残します。あ、1個でいいのこれ。あ、1個でいいんだ。1個でいいです。1個にして右クリックしとけば全員そこの拠点になる。あ、そういうことね。よしさん、知らなかったんだね。お前も知らんかったやろな。あ、お前も知らんかったやろ。ものすごい攻める。ポコニャほいほい。ポコニャ、ここで右クリック。オッケーオッケー、右クリックいくよ。うん、ほい。うん、そしたら拠点がなんか、あ、リスポーン地点が設定されましたって。そうそうそう、うん、オッケーオッケー。死んでもここで復活できるよ、うん、は安心だね。さあ、お願いします。レッツゴー。さて、砂浜見えるんだけどね。あるといいな。もう結構移動してるからね。ね、疲るでしょう。だよね、もうあってもいいよね。うん。ごめんなさい。なんだ。何。ごめんなさい、僕の目覚ましです。目覚ましっていうか、大丈夫だよ。何時に起きとんねん。何時に起きとん。目覚ましというか、今4時20分。アラーム、アラームです。え、何あの矢印みたい。あ、あれ待つか。木が矢印に見えたね、上向きの矢印みたいな。確かにね、なんか確かに確かに、うん、初心者か。いや違う、なんか変わった、見たことないような松に見えたのよ。もっとなんか松って上の方、はいはい、てか下の方から、はいはい、草が葉っぱがあるイメージ。はい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 。何いいよら、喧嘩しないの。なんかすげえ高いとこ来たよ。何何何何。ほんとだ。わ、すごい、何あれ。ほんとだ、やば、何あれ、かっこいい。あそこの一番上家にしたいな。よくない。嫌だ。それはエリトラ取ってからですね。あ、そっか、そうだね、戻れんくなるでしょ。水汲みに行くのに1時間はかかるから。そう、確かに。あ、でもバイオムは変わったよね。もうタイが終わったよね。うん、ほんとやね。やば、結構長い間ボードで移動してるよこれ。ねえ、ちょっとこれ砂漠マジでないんだけど、うん、これ4択間違えたんじゃないの、最初にどっち行く。4択間違えたね。完全に間違えたね。うん、もっと近くにあったんじゃねえのっていう。まあ後々エリトラで飛んだらあるかもしれないけど、わかんないもんなこれ。いやー、兄貴の後ろ眠たくなっちゃうな。褒め言葉かな。もちろん。てか、なんでそんなにあれなんだろう、俺話されるのこれ。小道、え、そんな遅いんちゃう。いや、ちょっとずつの小回りの違いじゃないですかね。小回りの違いなのこれ。兄貴様のテクニックについてこれないんだよ。あ、テクニックに。マジかよ。そんなに違うかこれ。そんなに遠い。いや、結構遠いよね。よし、ショートカットで詰めてやろう。じゃあ詰めていくよ小道。よし、いや、ほんで転覆させてやる、あいつの。いや、仲間仲間。いやー、これ詰まるんじゃない。これ詰まるね。これはダメだな。これ詰まる、ふん詰まり感がすごく。ふん詰ま、あ、でも、いや、いけるんですよ。いけるんで、戻ってってね、これ方向。え、大丈夫。あ、わかんないっす。戻ってってるよね。え、そうなの。でも、え、海出ないこれ。海出る臭い感じはするよね、なんか。あ、でも湿地帯があるな、なんだ。あ、でも海じゃないのか。湿地帯の湖って感じ。これ、ないのこれ。勘弁してくれ。水割りこれ。ああ、いけんのか右。これ終わったんじゃんか。うん、終わり。罪ですね。ねえ、と思うやん。思うやん。と思うやん。おも、もう終わっとけてこれ。いや、まだまだ。終わっといた方が陸地に行けるんだからこれ。ちょっとまだ行ける、まだ行ける、兄貴まだ行ける。と思うやん。行けんのか次は。んで、いや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 、あ、え、普通に行けるよこれ。でかいとこ出た。んー、まだまだ海には出なさそう。でも海じゃないここ。違う。ちょー、こんな、このなんか変なハスみてえなやつがめちゃくちゃ邪魔だなこれ。新しい村来たよ。新しい、あ、あ、あれ、何何、ゾンビ村じゃん。え、嘘、何それ、マジそれ、何、ゾンビしかいない村。え、そんなんあんの。へ、
そう、激レア。ちょっと俺それやってねえな。あ、本当だ、なんか蜘蛛の巣張ってる。あ、なんか蜘蛛の巣張ってるやん。なにこれ。村人ゾンビしかいないはず、これ。へぇー、マジ？そうなの？ちょっと見るか、これ。でもここで死ぬわけにはいかないよ。あ、大丈夫大丈夫。あ、拠点、大丈夫、あのベッドで、うん、セーフポイント誰にする？ベッドじゃあ置いとこう。あ、じゃあコミテンのね。オッケー、そこでじゃあ右クリックしてリスポーン地点設定しとこう。右クリックしていって、はい、うん、オッケー。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。